はい、皆さんこんにちは、ワンスマン澤啓太です。今日は、袖ヶ浦フォレストレースウェイ、通称、我々は袖森とよく呼んでるんですが、この袖森のコース攻略のお話をさせていただきたいと思います。澤啓太の袖ヶ浦フォレストレースウェイ攻略法。簡単にコースの説明を、概略を説明していくと、あんまりストレートがないよっていうことと、あとはこのアウト側ですね、外周は比較的スピードが速くて、インフィールドはテクニカルな部分です。であとは斜面がこうアップダウンが比較的、あるので、その日雨降ってなくても、前日とかその前の日ぐらいに雨が続いてたりすると、こちら側からこういう方向に貯水池に向かって水が流れてきてる作りなので、川が残っていたり、晴れてるんだけどそこだけ水が流れてたりとかっていうことが、まあたまにあります。あとは縁石が未だに新しくできるところがあったり、行くたびにちょっとずつコースが変わっている部分も、まだこう他の先手に比べると、多いんじゃないかなと思いますんで、その縁石があるとかないとかっていうところも、ちょっと行ってみた時に気をつけて走ってみるといいんじゃないかな。はい、まあ、大体目安として1コーナーの速度と、この5、6コーナーの速度と最終コーナーの速度っていうのが大体同じぐらいの速度です。なので、ここが2速で、ここが2速で、ここだけ3速とかっていうのは、あんまりないケース。だからギアに迷った時にはそういうのもちょっと参考にするといいかなと思います。あとここから先ちょっと登ってるので、まあ立ち上がり重視って一言で言うのはすごく簡単ではあるんですけど、よりこの出口から3コーナーまでのスピードを上げるために、そういった走り方を意識した方がいいかなと思います。でまずブレーキングポイントは、だいたいこのブリッジの下からこの、ポストの手前にある、100メートル、50メートルかなの看板の間にブレーキングポイントがある、車が多いんですけど、大事なのはですね、はい、ちょうどピラーで隠れて見えないんですけど、オフィシャルのポストを越えた時にはすでにステーリング操作が始まっているぐらいの感じがベストです。はい、でブレーキが終わる位置、クリップまでブレーキを残すんではなくて、ブレーキが終わる位置の意識としてはこの辺かなという感じです。で一番ハンドルを切るところはここから、今この打角ですけど、はい、ここら辺ですね、今のところ。この車はちょっと当時、少しオーバーステア気味の車なので、ステアリングの打角がちょっと少なめかもしれないんですけど、皆さんが狙うところとしては、今の止めたブレーキの終わる位置から、今のこの止めてる位置での、の間が一番ブレーキが終わってアクセルを踏んでてもまだフル加速になってないところなので、そこが一番ハンドルを切ってコーナーの中で向きを変えたいという意識を強く持ちたいところです。で2コーナーは、多分200、300馬力ぐらいまでの車は全開で余裕で行けるんですけど、それ以上の車になってくると、車によってはちょっと全開で行くの怖くなってくるところです。でここが全開で怖くなる車は、だいたいこの5、6コーナー抜けて、8コーナーの50ゴール行くまでのこの7コーナーも全開で行くのが怖くなってくることが多いので、その辺がちょっと要注意かなという気がします。で特に雨なんかだと、この2コーナーの先、ここが一番標高が高いところなんですね。2コーナーのクリップから先は登ってるものがフラットになって下るので、スピードが速いだけではなくて、入り口と出口のアップダウンが変わるっていうところも、すごくパワーがある車は、怖い。で速い車になると、1コーナーの出口から2コーナーの間のこの縁石がなくなったところでも、車がまっすぐに走らずにちょっとこう揺らして軽くフェイントをかけるような感じで行った方が、2コーナーをより少ないアクセルオフ量で行ける。で2コーナーも富士の 300R と一緒で、今のここから
ここまででどれだけ曲げられるかによってその先踏んでいけるかが決まるので、特にパワーがあって全開でいけないぐらいの車だと、今の1コーナーの出口から2コーナーのここ来るまでの車の動かし方がすごく重要になってきます。でそのまま下ってって 3,4 コーナーですね。ここはあのオシェルポストが5番ポストかながあって、5番ポストの隣で車がもうインに寄ってくような姿勢になっているのが、いい状態で、走り方もまあいろいろあるんですけど、大事なのは4コーナーから立ち上がって5、6コーナーまでのここもまたちょっと上ってるので、そこまでのスピードがあのいけるように、あとはその下りのハイスピードなので、ブレーキを踏む、ハンドルを切る、シフトダウンをする、この辺が下り坂のハイスピードでも精度が高い操作ができる人でないと3コーナーはすごく怖いでしょうし、逆にちょっと止めすぎちゃっても3と4の間でちょっと加速すればいいし、3行き過ぎちゃったら3と4の間はあんまり加速しないでもうすぐに4コーナーのアプローチをした方がいいし、ここはあの同じ車に同じ日走っててもいろんな走り方になってしまって、意外と測ってみるとタイムは変わらないっていうことが多い、コースコーナーですね。雨の日はここは雨あの内側水が溜まるのでそこも注意ですね。で出口は縁石がなくなったところが目標地です。縁石のところに車が行ってたらちょっと、車が外出てくのが早いかなっていう感じで、雨降るとこの先この辺すごく水が溜まるので非常に危ない。で3コーナーの入り口は、はい、この5番ポストのところではすでにステアリング操作が始まっている感じです。ステアリング操作ここで始まってないとこういう角度では入っていけないです。はい、3コーナー入ってその時にここのオフィシャルポストをめがけていくんだけど、オフィシャルポストをめがけていっている最中にもう4コーナーのアプローチが始まる感じです。はい、もう4コーナーに対してシフトダウンが終わって、今新しいあの舗装だと、ここの縁石外側ができているので、まあ、それもちょっとこの映像とは違うところかもしれないですけどね。で4コーナーのブレーキが終わるところはここ、3コーナーも実はちょっと一回戻しますけど、ブレーキが終わるのこの辺です。はい、この景色を覚えておいてください。で4コーナーはここです。縁石に着く直前だから1コーナーと一緒で、ここから、はい、ここが一番ハンドル切ってますよね。はい、ここが一番ハンドル切るところです。だブレーキが終わってアクセルを踏むまでの間がハンドル一番切るところ。はい、でここから立ち上がっていくときに、先ほどお話ししたようにこの縁石がなくなったここが正解ゾーンです。で次の5、6コーナーもこのコースの中で一番難しいところだと思うんですけど、どこまでアクセルを踏んでってどこからブレーキをかけたらいいかが難しいところなんですが、途中で上ってるのがフラットになってフラットから下りになるので、フラットなのが下りになるところで向きを急激に変えようとしたり、アクセル踏んでるものをブレーキをかけたりすると車の挙動が予想以上に変わってしまうので、しっかり外側から始めてブレーキをかけてターンインするときに、ちょっと短い直線区間があるんですけど下ってから先ですね、そこでもうインについちゃってる人はその先きついので、ちょうどブレーキをかけて路面のアンジュレーションが変わってこれから下ってインに着くよっていうところはコースの真ん中ぐらいにいるのがいいです。ちゃんと外から始めるんだけどコースの真ん中にいる領域もすごく大切にして、でインに着いた時に正面にホームストレート上のブリッジと、あとここにポスト、オフィシャルポストがあるんですけど、それがちょうど全部が重なっているところが正面になってればインについている位置とその角度は合っていることが多いです。これ走ってる時には確認できないので、自分で走った時の車載映像とか見て、後から確認をしてみるといいと思います。 5,6 コーナーに対して右側に寄っていくんですけど、ここもまっすぐ走ってる暇ないです。はい、今もうすでにステアリングが 5,6 コーナーに対してアプローチが始まっているので、4コーナー立ち上がってインフィールド 5,6 コーナー入るまでもまっすぐ走っているところは実はないですよね。はい、でしっかり外から始める、
でももうこの辺では真ん中にいて OK です。真ん中にいてここから下る、下ってブレーキが終わるのはこの辺です。はい、そうするとオッシェルポストとブリッジが重なってますよね。ここからはいインについてると重なってるでしょ。重なった状態のまま車が走ってるとこれだいたいいい感じです。で次ここアウト目いっぱいまで行くんですけど、ついつい普通に行ってしまうとそのままアウト右側端っこを走って右この緩い7コーナー向かってって8コーナーのアプローチがすごく浅くなってしまう人が多いんですけど、やっぱり8コーナーを大きく走りたいのでちょっと逆番っぽい感じがするのと、あとコーナーの長さが比較的長いのでやっぱり大きく入ってって、インについてる時間が長くて、で次のヘアピンに対してなるべく外に行き過ぎないようにしたいから、ここのアプローチすごく大事で、パワーがある車は特にこことここの間でちょっと一回フェイントをかけてあげて、なるべくここの薄いインにつくところも、喫煙所がここにあるんですけど喫煙所の近いところを通って 55R にアプローチできるといいなと。今はここも縁石が内側できているのでもっと内側攻められるかもしれないし、出口の6コーナーの立ち上がりここにも縁石ができているのでパワーがある車はねそこまで行っちゃっても大丈夫かもしれないですね。その代わりパワーがある車であるほどここの6コーナーの立ち上がりからこの7コーナーまで右端を行くんではなくて、この後見てもらうと分かる通りちょっとフェイントかけます。ここちょっとスペースができるでしょ。でここの、喫煙所があるところの近くを、要はクリップを奥に取るというか深く入って、次のレストランが正面に見える7コーナー8コーナーか 55R のコーナーをなるべく外側から入りたいですね。この車は、まあ、これはねまだ内側から入っちゃってるケースですけど、この後、ちょっと飛び込みすぎちゃってるせいで ABS アンダーです。ここは ABS アンダーでブレーキ離したらオーバーになります。はい、これはちょっと違う話ですけど、ABS 効かせすぎて入ると打角が自動的に増えて、ブレーキが終わった時に打角が多すぎて、こういった下りのコーナーとか逆バンクっぽいコーナーだとこういうオーバーステアが出やすいので、これはその車がオーバーステアなんじゃなくて乗り方が自分でアンダー出してその後オーバーのお釣りが出ちゃってるよっていうケースなんですけど、この、8コーナー9コーナーの間のここも短い直線ではあるんですけど、ここの間をまっすぐ走ってるともう負け決定です。はい、なので少しでもいいスピードで立ち上がりたいから、真ん中ちょうどこの図は真ん中に線があるんで、この真ん中の線を車がこうやって走る感じですね。こうやって立ち上がって、こうやってこの線の上をこうやって走れてるとヘアピンに対してうまく入れてるかな。でヘアピンもやっぱり綺麗なヘアピンなんですけど、インにつきすぎちゃうのが早い人はこのショートカットのこの合流部分の手前で外に行きすぎやすいので、早くアプローチをし始めるんだけど、インにつくのが早いというわけではなくて、インにつくのは多分この中心点から縁石がなくなるあたりまで、でちょうど車がこの合流地点のなくなったところあたりにピシッとこう行けてればいいラインで走れてる可能性が高いかなと思います。 55R の立ち上がりのここですね。はい、ここで目いっぱいこっちまで行かずに、さっきの、舗装のセンターにこう継ぎ目があるところを意識して、はい、ここもまっすぐ走ってないですよね。はい、すでにここでアプローチが始まってて、その手前 55R から入ってくヘアピンに入ってくところも車がこういうふうにこうなんていうのかな、直線の上を車の挙動がこう切り替わるところをちゃんと作って入っていくと。でヘアピンもインにつくのは早くないです。アプローチを始める準備をするのはとても早いんだけど、インにつくのが早いわけではなくて、アプローチの時点ではまだここにスペースがあって。はい、ブレーキが終わるのここ、はい、ここから切る、はい、
でこの縁石の内側の緑の舗装がなくなったところぐらいが本当に陰に寄ってたいところで、そこまでが最大打角のところです。でここから立ち上がっていくときに、まあ、これもだいぶオーバーステイが出てますけど、はい、この辺で外出ていくんじゃなくて、狙いとしてはここですね。このショートカットの道がここで本線と合流する、ここに車が行ってるとバッチリです。こんな感じですね。で次最終コーナーも左端めいっぱい行っちゃうとブレーキをした時にコース幅が足りなくなってしまうことがあるので、ここからここは見ての通りまっすぐではないので、ブレーキを最終コーナーに対してかけた時に車がもうすでにまっすぐではなくて、最終に対してアプローチができる若干左側にロールしている状態でのブレーキが、になることが多いです。でイン側のガードレールが非常に近いところにあるので先が見えづらいんですが、切り遅れも早く寄りすぎもここも起きやすいので気をつけつつ、外側のオフィシャルポストがガードレールの切れ目からなくなって見えたところが多分インから離れるところであり、加速がフル加速状態になっていくところだということが多いですね。で実際登ってて最終コーナーの右に対してもうすでにハンドルは曲がってる状態ですね。だから車がまっすぐじゃなくてちょっと左にロールしている状態でここでブレーキ踏んでます。はい、で踏んだ時にその車が飛び出してしまわないようにちょっと外にスペースを余らしといて、ブレーキが終わってターンインのここでちゃんと外に入れるようにするとちょうどいいんじゃないかなと思います。でブレーキどこで終わるかというとこの辺ですね。ここは富士でいうと13コーナーみたいな感じで、登ってる90度っぽいコーナーで出口がフラットになる。富士の場合は出口が下りになってるように見えますけど、なので止まりすぎが多いです。止めすぎが多いです。上り坂であることを考慮して、ブレーキが終わった時のここの車速感が自分の感覚よりもちょっと速いぐらいでもちょうどいいぐらいなんじゃないかなと思いますね。でブレーキが終わってここから他のコーナーと一緒で最大打角になる。はい、もうちょっと先か。でここに正面にオフィシャルポストが見えたところからはもうアクセル踏んでいきたいですね。はい、はい、縁石に乗るとしても本当にこの縁石がなくなる、手前のギリギリのところに乗ってるぐらいしっかり向きが変わった状態でいい勢いで、前と後ろのタイヤが、まあ、同時に縁石に乗るぐらいの角度で走ってると、すごくいい立ち上がりの結果で縁石が使えてるということになるかと思います。この辺がね、あの各コーナーのブレーキが終わるところとハンドルをたくさん切って一番向きを変えたいところとアクセルを踏んでどこに向かっていくかっていうところのその位置とか車の向きとか、そういったところを意識していただきたい。袖ヶ浦袖森のポイントになるかなと思います。このレクチャーを踏まえて澤選手の一周オンボード映像をご覧あれ。